はいどうも、セブンナイツおじさん、ルーです。セブンナイツ実況をやっていきたいと思います。先週ね、また土日ちょっとできなかったので、ちょっとね、アリーナ頑張りたいなと思いまして、マスターに今日ですね、昨日までやれてなかったんで、今日駆け上ってきました。で、まあ、目標は変わってないんですけど、マスワン。なんとか頑張っていきたいなと思っております。変わったことは特にないかな。まあ、今回のボス戦で、カリン使わなくてもいいっていう風になるんであれば、カリンのね、装備変えたりしなくて済むんで楽なんですけど、まだ覚醒アリエル作ってないんでね、覚醒リーも。そこら辺が結構あれですね。まあ、耐久パー、になんで、まあ、スパイクのところをね、覚醒リーにした動画とかもね、ちょっと出してみたいなとは思ってるんで、そこら辺も期待してください。じゃあ、早速読んでいきましょう。3、4戦ぐらいかな。ライアンだ。コラボが悪いな。クリック、エヴァン外して、ライアンですね。認証も取られるし回復力も取られるし普通にカリンに飛んでった。あれカリンの方が高いのか。そりゃそうか。あれもう石化早っ。もうちょっと待とうよ。ライアンの物理攻撃、物理防御っていうのがね、地味に効いてくるんですよね。こっちも物理が多いから。これ復讐の翼とかも入らないですからね。なかなか秀逸ですよ。しかも4ターン。まあ、これから、まあね、免疫、ターン性免疫4ターンっていうのが増えていくってことなんだろうなと。おそらくライアン覚醒するとダメージ免疫4ターンになると思うんで、ミコもね、貫通はね、ないよね、ミコに貫通は。防御無視はあるけど、防御無視あるけど貫通はないんですよ。そこはね、結構弱点ちゃう弱点なんですよね。ライアン強し。俺30銀しかいないんでね、ライアン。全然使い物なんだよ。せめて32銀だったらね、まだ使えるんですけど。倒されちゃうな、これ。強いな、やっぱ、ライアン入りの耐久パ。やっぱエヴァンがどれだけ足引っ張ってるかってことなんですよね。結構ね、エヴァンのスキル、まあいい時ももちろんあるんですけど、マイナスに要素することの方がね、多いんですね。本当は違うスキル打ってほしいのに、単体攻撃の瞬時剣打っちゃったりとか、なかなかね、難しいところなんですけど、まあ上位互換というか、上位に近いものが出てくれば、やっぱり変わってきますよね。ライアンが耐久パだけじゃなくてね、雪バックのパーティーでも機能してるっていうことなんで、すごいなと。そこまで考えていたのかと。ちょっと驚きを隠せないっていう。俺はね、てっきりね、魔法型の、覚醒が来て、介護役なんじゃねえかって思ってたんですけど。勝ってね、よし、勝ったぜって感じで動画も終わりたいんですけど、なかなか難しいですね、これは。
ただライアンは強いね。革命弾ガチャ来た時にはしっかり1体ずつはね集めておきたいですね。サブアカもライアン1体しか手に入れられなかったし、エリシアも手に入んなかったし、ちょっときついですね。なかなか無課金にはきつい砦になりそうですね。革命団負けたー。さあ次行きましょう。カエルパーティーかな。今のこのレベル帯のカエルは強いぞ。ただ本当すぐこうカエルがスキル打ってくるってことはだいぶなくなりましたね。よかったです。多分調整ミスだったんだと思うんですけど、そんなことあるっていうのが3回連続で来たりとかしましたからね。さあ攻撃していこう。ミスが目立つミスが目立つ。ああ気絶嘘だろ酔っ払った おっちゃんみたいになっちゃってる。負けましたな。しっかり弱点も発動した。 HP 的に耐えられないんだよね。防御型じゃないから。ああお相手さんの持つ尾ですな。可視光カイルはやっぱり強い。勝負があっという間に決まる。一体も倒せずに終了しそう。負けるときってこんな感じですよね。カエルバター当たって。奇跡を信じて。クールタイム伸ばされちゃった意地で一体は倒そう。倒した意地だぜ。負けだーそう2連敗負けるとき本当負けるよね。いっぺんにね負けテーブルってやつですかね。この疾風、証拠疾風もね、地味に嫌なんですよね。カルマが沈黙したりとかすると。恐ろしいんですよね、これ。バフ剥がしながら沈黙を付与するっていう。でもこれいいぞ。凍結してからのスキル回し。なかなかグッド。またスニッパーをなるべく早めに黙らしたいところだけど。ユキレベル40か強いな。カルマ行かれるのはきついな。これがもっと激しくなるんですよね。戦いがね、覚醒が実装されてって恐ろしいですわ。
みんな凍っちゃったよ。そういうこともあるんだ。まああるか。状態異常リングね、結構やっぱ厳しいですからね。カルマやられてるから結構攻撃回数が減って辛いな。危ないと思ったらカーリン沈黙してる。エヴァンが元気に起き上がってきた。これすげえ時間かかりそうですね、これ試合凍結祭り5分か、丸切り使っちゃうかな。やばいな、怖いな。また凍っちゃうか。お休みの時間よ。ねえねえ。みんな起き上がってきた。とにかく凍る。すごいな。こういう時、まあこういう試合もね、たまにはね、俺のやったことを思う、全部思うがままになる試合とかね、たまにはあってもいいですよね。相手が弱いわけじゃないんで。結構やっぱ押されてますからね、俺も。一進一退の攻防。制した時に、まあやっぱり自分のパーティー強かったんだな。思える瞬間があるんでね、よかったよかった。大さんありがとうございました。よしかった。はい、というわけでね、まあ、4戦やってまいりましたけども、1勝3敗だったかな。だから結構ね負けてますね。ちょっとまあ修行し直さないといけないですね。はい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。